グラスホッパーは、伊坂幸太郎による日本の小説、及び、それを原作とした、メディアミックス作品。2004年に、角川書店から出版され、著者伊坂が、今まで書いた小説の中で一番達成感があったと、語っている。サスペンス、コメディ、オフビートなど、分類不能の要素を含み、ストーリーは鈴木、クジラ、セミの3人の登場人物が変わる変わる語り手を、 勤めている。第132回直三35商工補作となった。2008年に伊田博人による作画で漫画化され、コミックチャージで連載された。2015年に実写映画化された。2年前に妻を引き逃げされた、中学校教師の鈴木は、犯人が違法薬物を売る悪徳会社、フロイラインの社長、寺原の長男だと知る。復讐のため、 黒いラインに入社し、機会を伺う,う鈴木であったが、およそ裏社会の人間らしくない風体のため、正体を疑われており、上司の日よこより、会社への忠誠を示すために捕まえた、無関係の若いカップルを殺すように命じられる。その様子を確認するため、寺原長男もやってくるが、鈴木と日この目の前で道路を横断しようとした、彼は車に引かれてしまった。その光景は、 不自然であり、それは、押屋と呼ばれる業界でも有名かつ、正体不明な殺し屋の仕業であった。ひよこに、押屋の行方を追うよう命令された鈴木は、金という男を見つける。金は、システムエンジニアを名乗り、妻や息子らと暮らしている。鈴木は、金が、本当に押屋か正体を探るため、彼の息子の家庭教師として一家に近づく。 金は鈴木を怪しみつつも、徐々に鈴木は金一家と打ち解けていく。一方、催眠のような特殊な力で相対した相手を自殺させることができる殺し屋のクジラは、今まで自分が殺してきた者たちの幻覚に悩まされていた。元カウンセラーと名乗るホームレス仲間の田中から、やり残したことを清算すれば、悩みから解放されるという助言をもらったクジラは、 仕事を先取りされたことで心残りがあった押し屋を殺すことを決める。また、クジラは自分に裏切られるという被害妄想に陥った、臆病な依頼人、カジが自分の暗殺を何者かに依頼したことを知り、彼を自殺に見せかけて殺す。殺し屋を圧戦する岩西の部下で、ナイフ使いの殺し屋の青年、セミにクジラの暗殺依頼が届く。ガブリエル・カッソの映画。 抑圧の主人公に自分を重ね、岩西に支配されているとして現状に悲観的なセミは、依頼人の家事に会いに行くが、彼は自殺していた。それを自分のせいだと考え、岩西への報告に悩んでいたところ、知り合いの情報通の桃より、フロイラインの社員がおしやを見つけたという話を聞く。そこで、セミはおしやを殺すことで、岩西から独立しようとする。 鈴木は、ひよこに、喫茶店に呼び出され、彼女からおしやの進捗状況を尋ねられる。鈴木は彼女に警戒しながら金のことは黙っていようと、する。しかし、店内の人間が全員、劇団と呼ばれる、フリーの組織の協力者たちで、巧妙に睡眠薬を盛られており、拉致されてしまう。一方、おしやの正体を知るため、鈴木の行方を探していたセミは、 彼が拉致されたことを知らされ、鈴木が運ばれたハイビルに向かう。岩西の事務所にやってきたクジラは、彼をその能力で自殺させようとする。能力がかかり意識が朦朧となった岩西は、セミに期待していることや、そのためにクジラにセミと対決してほしいと頼む。また偶然、セミから岩西への電話がかかり、岩西はセミに頑張れと声をかけて、電話を切るとクジラに、 セミがオシアの行方を知っている男の行方を追って寺原が所有するハイビルに向かったことなどを教え飛び降り自殺する。寺原のハイビルに潜入したセミは鈴木を拷問しようとしていた男たちを殺害し彼を助け出す。セミからオシアを殺そうとしていることを伝えられた鈴木は彼には家族がいるからとやめるよう説得しようとするが セミは一課ごと殺すことには慣れていると言って取り合わない。そのまま鈴木はセミの車に乗せられ拘束されるが、実は後部座席にクジラが潜んでおり、運転席のセミを後ろから羽い締めにする。クジラはセミを車外に引きずり出し、雑木林の奥の方へと向かう。車内に取り残された鈴木であったが、それを金に助け出され、彼の運転で彼の家に向かうことになる。 鈴木は彼が押し屋であることを確信するが、金ははぐらかしてしまう。鈴木は金一家を助けるため、逃げるように言うが、これも金は取り合ってくれない。さらには、金の息子がこっそり鈴木の携帯電話を盗み、よ横に住所を送ってしまったことを知り合せる。セミと対峙したクジラは、突然の幻覚で危機に陥るも、岩西から奪った拳銃でセミを射殺して、危機を脱する。 鈴木の行方を探そうとすると、ビルから出てきた、非横を見つけ、半ば強引に彼女から押し屋と目される、金の自宅住所を聞き出す。彼女とその場所に向かったクジラであったが、そこは、ただのシール工場であった。金の自宅に着いた鈴木はそこで、彼が押し屋であること、金一家が、偽の家族で、彼の妻や息子らも、劇団の一員だと教えられる。実は、劇団は、 フロイラインともめており、そのためにおし屋に寺原親子の殺害を依頼し、さらにおし屋に全面協力していた。寺原は強敵のため、今回はおし屋も手の込んだ計画を練り、そこにたまたま鈴木が巻き込まれたという話であった。さらには別件で寺原が殺された情報が届く。鈴木は一家に別れを告げるが、亡き妻との思い出のある結婚指輪をなくしたことに、 気づき、これを探すため金に雑木林に送ってもらう。手がかりを失ったクジラであったが、セミの亡霊が、鈴木は指輪を探して、林に戻ってくると囁く。実際にクジラは、セミの死体をそばで指輪を見つけ、さらには、道路の向こうに鈴木と思わしき、男がいることに気づく。一方の鈴木は、指輪が見つからず、諦めて道路に出てきたところであった。 道の向こう側に、クジラの姿を確認し、途端に、鈴木は死にたくなり、道路に飛び出そうとするが、亡き妻の声が聞こえ踏みとどまる。その瞬間に道に飛び出したクジラが車に引かれる、光景を目にし、鈴木は睡魔に襲われて、意識を失う。鈴木は、品川駅の構内で目を覚まし状況がわからず、慎重に行動する。社長の寺原が亡くなって、黒いラインが、 自動消滅したことや、よこと思われる女性が地下鉄で飛び込み自殺したことを知る。生計のために、臨時の塾講師の職を得た鈴木は、仕事で広島に行った帰り、駅で金の息子という設定だった劇団の子供たちに会い、彼らの元気な姿に安堵する。2008年10月、角川書店。 ISBN 9長7840億4725万499二千九年三月、角川書店、ISBN 9長7840億4725万635二千九年六月、角川書店、ISBN 9長7840億4725万666映画化作品が2015年11月7日に、 公開された。監督、滝本智之と主演、生田東馬は、能男に続いてのコンビ。ありがとうございます。